はい、どうもこんにちは、たっくんです。今日はね、見てもらったら分かる通り、ちょっとトキさんがインフルエンザでお休みなので、ちょっと一緒に撮影がねできなくなってしまいました。残念ですね。僕一人で回そうとも思ったんですけど、寂しいんでね、トキさんいないと。今日はゲストのしましたので、どうぞ。どうも、ちょっと自己紹介の方をお願いします。はい、たくんと同じ職場に今年からなりました、田中と申します。田中のままだと同じたくんだよ。ダブルタックでいきますか。分かりにくくないですか。下の名前とか、下は何ですか。下はヒロムヒロムでいきましょう。わかりました。じゃあ今日はたっくんとヒロムで、ヒロム、はい、進めていきたいと思います。やることなんですけど、はい、僕がいつもね、トキさんにこれやりましょうよってやってるんで、今回もヒロムのために面白い企画ました。題して AD1 年目、2年目箸上げ対決です。ありますか、箸上げ。箸上げはまだそんなに経験がない。1回とかですね。何上げました。その時はうどん。うどん、麺です。麺か、麺か。やっぱ王道だよね。そうですね、やっぱりよくある。僕も、まあ、そんなやってはないんですけど、まあ、ヒロムよりかは何回も経験してるんで、ちょっと、まあ、僕のね、技とかも伝授できたらと思うので、早速やっていきますか。はい、こちらです。あ、これですか。じゃあ、こっちの方がいいか。ナポリタンです。こちら特徴は、まあ、なんか卵が乗ってて、ウインナーがいっぱい乗ってます。あ、いいですね。はい、じゃあ、はい、じゃあお願いします。こんな向きで取るんだったら、ここは左になるかな。はい、左でいけるんですか。左から行きたいけど、めちゃめちゃ難しいです。じゃあ僕ちょっと回りますよ。ちょっといいですか。位置だけ、はい、そうなんです。ヒロムがやりやすいように、利き手側に回らないと。はい、いただきます。3、2、1。ちょっと、こんな感じで。こんな感じ、なるほど。はい、一旦。なるほど、なるほど。じゃあちょっとお手本を。そうですね、ちょっと教えたいと思ったので、はい、カメラの、はい、どこまで映ってるかを聞くんですよ。あー、なるほど。からあんま上げなくていいんですよ、実は。あらかじめね、この高さ指定みたいなのを、はい、カメラマンさんに聞いとくといいですよ。あ、なるほど。はい、よし、僕のスタンバイを整えました。はい、じゃあ行きます。はい、3、2、1。どうすか。わからないかもしれない。僕も正解ではないですけど、僕のよりは綺麗だと。ありがとうございます。先輩を立ててくれてありがとうございます。ピーナッツですね。ピーナッツ、ピーナッツ。割り箸とかだと普通に上がります。上がります。スルスルしてる。そうそうそう。そんなハードル上げるんですか、自分で。そういう機会です。あ、そうか。そうか、言ってた、僕が忘れてました。はい、あ、ツルツルの箸まで取りました、ちゃんと。じゃあ箸持ってみて。はい、行きます。はい、3、2、1。
いいですね。いいですか。いいですね。箸がそんな豆と被ってなくて見やすいです。ありがとうございます。ってことはこれ以上に、あ、まあ、僕は見せる箸上げをするしてください。はい。こっちを左手の方いいですか。じゃあお願いします。左手。あ、来た来た来た。よし、行きます。3、2、1。無理だよ無理だよこれだってもうすでになんか切れそうですよね、うん、もう無理だよこれ。スプーンだな。スプーンですね。スプーンだな。いきます。3、2、1。うっ、はい、綺麗にめくれましたね。うんうんうん。じゃあもう一回、まあ、まだ大丈夫、まだリカバリー効きます。まだ大丈夫です。よし、行きます。はい、3、2、1。ここにいるなんか目の細いおじさんですけど、目の細いおじさん、目の細いおじさんですけど、ちゃんと僕たちの社長ですか、ね。そうですね。そうです。じゃあトッキーの名刺を差し上げます。いきますよ。取れてますよ。はい、大丈夫です。じゃあいきます。先生、ちょっと手でいかせていただきます。やっぱ無理ですよ。そうですよ。やっぱダメだ、やっちゃう。はい。これだったら多分失礼が。大丈夫だった。大丈夫ですよ。出てやる時もありますもんね。そうですね。あります。ありますもん、ね。ありますあります。じゃあこれは成功っていうことで。はい。